FM ステーション。第36回放送。収録風景を生中継でお送りします。出演、福岡和明。もう日本が沈没しちゃうのかもしれない。前は、ね、ネタみたいだったんですよ。今だとリアルっぽくて嫌だっすね。冗談じゃなくなっちゃうよね。じゃあ更新します。赤いところを押してもらっていいですか。赤、赤いここのここ、上、もう少し上です。ここ、今よいしょ、ここです。一回カチッと押してもらって、ちょっとフリーズしちゃうか、あ、大丈夫か。で、これでもう、はい、はい、お待たせしました、はい、それではオープニングからスタートします、はい、2ページの1行までです、はい。皆さんこんにちは、風水鑑定士である私、福岡和明が、今週も風水談話についてお話をしてまいります。今週もお付き合いくださいね。まだですね、ちょっと風邪が治んなくて声が、まあ、ちょっとこのような状況です。さて、皆さんお元気ですか。毎日憂鬱な日々お過ごしではないでしょうか。ストレスを感じていませんか。まだまだ余震が続く毎日です。睡眠時間にも影響を期待しているかと思います。今、東北地方に限らず関東圏でも心身症に悩む方がとても多いと聞いています。ちょっとの揺れで今度はこちらに大地震が来るのではないかと、そのような不安を抱えている方々が多いと聞きました。このところ会話をする重要性を話しています。家族、夫婦、友人らと語ることです。そこで気持ちを癒すことです。これを機に少し生活のパターンを変えてみてはいけませんか。朝30分の早めに起きて家族と散歩するのはいかがでしょう。犬や猫などペットがおられれば皆で行かれる方が良いですね。普段されていない会話、朝日の中での高揚した気分を感じつつお互いのことを話してみるのはとても良いと思います。朝日を見ると元気をもらいます。週末は家族で外食はいかがでしょうか。気分を変えることで午後2時です。普段の何かない会話とは少し違った意味を持つと思います。独身の方がおられれば親しい友人とか誘い出してください。居酒屋でも良いんです。3000ぐらいの予算で良いのです。経済も活性化させなければなりません。放射能汚染の影響で農作物、海運、家畜のこのような出荷に支障をきたし、海外への輸出規制がかなりあります。
今こそ我々日本国民が食べるものを優先的に食べましょう。もちろんお子さんたちには気をつけていかなければならないけど、大人の方々には微量の放射能の汚染であれば率先して食べたいですね。もちろん人体に影響度が低いものを摂取することですが、はい、OK、3分20。さっきのこ間違えてるなこれ。もう一回やります。ここの途中からで、このところ会話をするから始まっていいですか。それとも頭から。もしできれば頭からできます。頭から、はい。ちょっと待ってね。ちょっと自分もこの。ダメだ、なんか全然乗ってないな今日本当に。じゃあもう一回いきましょうか。はいはい。はい、オッケーです。ちょ。皆さんこんにちは。風水鑑定士である私福岡和明が今週も風水談話についてお話をしてまいります。今週もお付き合いくださいね。と言ってもですね、今週も案の定まだその風邪が治らず、このガラガラ声です。大変失礼ながら、これで今週もちょっと聞いてください。さて皆さんお元気ですか。毎日憂鬱な日々をお過ごしではないでしょうか。ストレスを感じていませんか。まだまだ余震が続く毎日です。睡眠時間にも影響をきたしているかと思います。今東北地方に限らず関東圏でも心身症に悩む方が多いと聞きます。ちょっとの揺れで今度はこちらに大地震が来るのではないかと、そのような不安を抱えている方々が多いと聞きました。このところ会話をするという重要性を話しています。家族、夫婦、友人だと語ることです。そこで気持ちを癒すということです。またこれを機に少し生活のパターンを変えてみてはいかがでしょうか。例えば朝30分ほど早めに起きて家族と散歩をする、こういったことはいかがでしょうか。犬や猫のようなペットがいればみんなで一緒に行くのもいいことですね。普段されてない会話、朝日の中での高揚した気分を感じつつお互いのことを話してみるのはとても良いことです。朝日を見ると元気をもらえますね。週末は家族で外食はいかがでしょうか。気分を変えることで普段の会話とは少し違った意味を、こういったものを持っていけると思います。独身の方がおられれば親しい友人とかぜひ誘い出してください。居酒屋でもいいです。
3000ぐらいの予算でいいんですよ。経済も活性化させなければなりません。放射能汚染の影響で農作物、海産物、家畜の出荷に影響をきたし、海外への輸出規制がかなりあります。今こそ我々日本国民が食べられるものを優先的に食べましょう。もちろんお子さんたちには気をつけていかなければならないけど、大人の方々には微量の放射能汚染物であれば優先して食べていきたいですね。もちろん人体に影響度が低いものを摂取するという意味ですが、後半、はい、最後にいきます。はい、了解です。準備 OK ですか？はい、はい、了解しました。今の時代、とても便利な世の中になりましたね。でも原子力発電を利用するということは、今回のようなリスクも生じるということです。火力、水力、風力と、もちろんリスクが全くないとは言いません。しかしながら、放射能汚染になるような危険に直面する状況には至らないかと思います。火力、水力、風力といった発電だと原子力の能力の何分の1かと思います。人間、あまりにも便利さを追求するにあたり、今回の事故を引き起こし、責任のなすり合いをしているかと思うんです。火力は CO2 の問題、風力は鳥を巻き込んでしまうといったことがあると聞きます。水力発電であれば環境にもよく弊害も少ないかと思うのです。これを機に水力に力を入れていくのはいかがでしょうか。またソーラー発電をもっと強化して、各家庭だけではなく各地区で大きなソーラーを持つことも良いことだと思うのです。そのようなことを国と各電力会社が率先してこれからやるべきではありませんか。大きなリスクを変えるようなことはぜひ避けていきましょう。これからですね、夏場に向けて大幅な節電が始まります。もちろん経済の悪化も本当に気になります。生活に直結しないものは購買意欲を変えてるということですね。また商品の供給が追いつかないこともあります。極端な例だと思いますが、ペットボトルのキャップ、これも足りないと。茨城県に3つある大所の工場のうち2つが震災で使えなくなったと聞きました。キャップは各々のドリンクに合わせ、色や銘柄の印字、時に形まで少し変えてあるという状況です。果たしてそこまでする必要性はあるのでしょうか。キャップは全て統一して作っていけば良いのかと思います。
これは自身への、まあ、戒めでもあるのでしょうが、本当にですね、便利なことを求めていっているというふうに感じます。ついつい便利だとそのことにこう慣れてしまっているというふうな感じですね。最近断捨離という言葉、多く使われています。ウィキペディアでこの言葉を調べてみますと、ヨガの世界で断行、捨てる行、離れる行という考えを応用して人生や日常生活に不要なものを断つ、また捨てることで物への執着から解放され、身軽で快適な人生を手に入れようという考え、単なる片付けとは一線を引くという意味です。断捨離の言葉それぞれ、断、入ってくるいらないものを断つ、捨、家にずっとあるいらないものを捨てる、離、物への執着心から離れる。断捨離に当てはめたことではありませんが、風水の世界でも同じようなことを話しています。特に物を捨てること、これは捨てることによって良い運気が入ってくるということをですね、伝えているんです。贅沢な生活から今一度考えてみましょう。さて、今週の風水ワンポイントアドバイスを、自らですね、リサイクルを考えて使えるものは再度利用していきましょう。お相手は風水鑑定士の福岡和明でした。今週は皆様に良い運気を。なんか少ないですね、今回短いですね。なんだろう、風邪いや普通、そうなのかな、人口にもそうなのかな。ねえ、なんか滑舌が悪いよ、やっぱりね。うん、扁桃腺だから。あ、熱くなっちゃいますね、じゃあ話してる。ああ、っていうかね、いや、一応薬飲んでしたからまだいいんですよ。はいはいはい、喋るのが嫌になる状況なんですよ。扁桃腺とかって結構大変。扁桃腺は大変。ケイタさんも前に手術してるね、扁桃腺で。あ、本当。こう大人になってからなんて大変だって。Try to the next stage. Alpha.